せーの、ただらきチャンネル。はるき、正規アイドルただらきちゃんです。お願いします。私、引っ越します。さようなら、さようなら、さようなら。と言ってもね、まだ全然家決めてなくて、今、お家探そうかなって思ってる途中ぐらいです。きなちゃん、きなちゃん、本当にやめて。ねえ、そういうとこよ。だから今日はどんな家に住みたいかっていうのを固めて、でそっから不動産屋に行こうと思って、じゃあ考えていこう。で、大きな紙をね、あのコンビニに買いに行ったんです。書こうと思って、でもなかったから封筒、これに、あ、ファミチキ忘れてた。食べよう。いただきます。じゃあ考えていこう。私はね、次は 2LDK 欲しいので、バス、トイレ別で、ペットか、浴室乾燥はね絶対私必要なんですよね。あと床の色が極度に深くない。なんて書けばいい、これ床が黒くない、何のこっちゃって感じだねこれね。あと高層階がいいな。なんでかっていうと、私前に住んでたアパートが2階だったのね。で、なんかオートロックとかも特についてなくて、めっちゃボロ屋の、もう生活できるスペースが4畳ないぐらいのところに住んでたんだけど、あのね、虫が集まってくるの。もう窓を開けるとブンブン虫が入ってくるし、で、さらに、あの、住居って明るいでしょ、明かりがついてるじゃん。で、周りが結構なんか暗い、なんか田舎っていう感じの道だったから、そこにもうガとかがめっちゃ集まってきて、帰ると玄関周りにこうガとか、ね、いろんな、なんか何これっていう虫たちがこう会合を開いてて入れないみたいな事態が結構あって、まあ、欲を言えば5階以上とかがいいかなって思う。5階って虫入ってくんのかな。でも上の方がやっぱペットが入って、ペットじゃねえや、虫が入ってこないっていうイメージだから、そうがいいなって思います。キナピ、わー、怒っている。キナピはやっぱ広いお家がいいかな。まあ、本当になんかもう現実から離れて言えば、24時間カラオケ可能な施設があるとか、そんなことまで書きたいけど、あまりにもね、もうそれ言い始めたらもうマンションの中にディズニーランドあってほしいって思うし、なんか高校生の時にさ、めっちゃなんかあの願望があってさ、私高校生の時めっちゃ学校嫌いで、行ったら楽しいんだけど行くまでがめっちゃ憂鬱だったのね。だからなんかジェットコースターで毎日登校すれば楽しいんじゃないかみたいなことをね、こう家からだんだんこう上がっていって途中から落ちるみたいなで学校着くみたいな感じ。なんか私高校の時はマジで真面目すぎて、選抜クラスってところに入ったんだけど、本館となんか別館みたいなところ分かれてて、別館のところにね選抜クラスだけ押し込められるの。なぜかその勉強頑張った組のはずなのに、すごいねそこの別館汚くて、めっちゃジメジメしてるの。今の季節とか特にもう虫とかもうワンサカいて、トイレクソ汚なみたいな、もう最悪だよね。でもその空間で3年間学んだおかげで、私結構周りと虫とか大丈夫になったし、床に落ちたメロンパンとか普通に食えるようになった。でもなんか高校の時はね、アホな話ばっかしてました。なんかここからね、あのおしっこが出たらいいのにねとか、そしたらなんかわざわざトイレ行かなくてもこうやって話せんじゃんみたいな。あとなんか断るごとに起業のチャンスを狙ってて、金玉の感触のキーホルダーを出したら売れるんじゃないかとか、いやでも未だに売れると思ってる。そういうなんかスクイーズみたいの出したら、あ、そう、この 2LDK 以上ってなんでかっつったら、あのね、 YouTube をやってると撮影部屋と編集部屋がやっぱ欲しいなっていう風に思い始めるのね。今私ワンルームっていうか 1K かな、 1K なんだけど、なんか気持ちが切り替わらないんだよね。やっぱりもうすっぱりさっぱりと分けたいんだよね。編集部屋はカフェみたいにしたい。この間ね、とあるねカフェにね行って思ったの。こうなんか意味もない木のなんかおもちゃが置いてあったりとか、もうそんな生活にさ全然必要ないものだけど、すごいなんか心が豊かになるなって思って、だからそういう部屋をね作りたいって思ったんだよね。今日頭の長さやばくない？なんか絶好調ある意味。私さ、首がさ長いのがさ中学生の時コンプレックスでさ、テニス部に入ってたんだけど、先輩にかけてキリンって呼ばれてたみたいなんだよね。玄関、で、見えるこれ、こう言ってね、リビングで、ここに1個部屋がある。ここがね撮影部屋、でね、こっち側かな、
編集部屋で、ここなんかガラガラみたいなさ、引き戸みたいな、私あんまガラガラ好きじゃないんだけど、まあしゃあない。でもこの構造何がいいかって言ったら、編集部屋でこうなんか行き詰まるタイミングが出てくるじゃない。私がここでこうなんかはぁみたいな、そしたらあのここにあの飲み物を取りに行ける。こうしてすぐに、こっちだったらさ、こう行ってこうじゃん、ここ飲み物を取りに行ってここで飲める、飲んでその後に洗い物をすぐ持っていける。完璧か？考えられてる。あなたはどんな家に住みたい？よかったらコメント欄で教えてね。実際引っ越したらルームツアーするわ。うん、楽しみに。バイバーイ。